こんにちは、馬場裕太です。今日もたくさんもらった中から質問に答えたいと思います。今日の質問は何ですか？まあ、1、2、3位っていうのをちょっと決めるのは難しいんですけど、まあ、1人目としては阿部勇樹さん、ジェフにいた頃の阿部さんです。はい、なんで阿部さんでしたかというと、ちょっとそういうふうに思った試合があるので。はい、FC 東京対ジェフで、確か臨海スタジアムかな、千葉のスタジアムでやった時です。はい、自分ちょっとその時にブイブイ言わしてた時期で、結構いいプレーしてたんで、その時に初めてマンマークを阿部さんに突かれた試合で、まさかちょっとマンツーマンでマーク突かれると思わなかったんだなっていう時の試合ですね。マンツーマンで突かれたのがプロで初めてで、その時確か結構自分がボールをなかなかもらえなくて、悔しさをすごく経験したっていうのがあって、その前の試合とかものすごいいっぱい確かいいプレーしてたと思うんですけど、その初めて阿部さんにマークをされてボールももらえず、その試合に関しては本当に何もプレーできなかったんじゃなかったかなっていう記憶がある試合で、ちょっと阿部さんを選ばさせていただきました。そうですね、阿部さんは足が速いとかっていうわけではないんですけど、自分の特徴を消されてるっていうか、多分馬場雄太はボールを回らなかったらいいところが出ない、多分その分析をされて、おそらくその時監督がオシムさんとかだったと思うんですけど、で後々、オシムさんとは僕のこと欲しいとかっていう話、裏話とかもあって、やっぱオシムさんが考えたことを多分おそらく後ろで馬場を潰せばボール出てこないとかっていうところで、自分の特徴を本当ものすごく消されて何もできなかった試合じゃないかなと思います。はい、やっぱボール何回も触ってリズム掴んで、 FC 東京の攻撃にスイッチを入れる、僕からやっぱりパスを出してそれがボールにつながるっていうところだったので、それが本当に僕からパスが出ないんであれば、逆に僕が試合に出てる意味がないんじゃないかなっていうところで、阿部さんは徹底的に僕をマンツーマンっていうか、やっぱマンツーマンでつけるってなかなか戦術でもね、やっぱスーパーな選手がいないとマンツーマンにしないと思いますから、それだけ自分がその時にはそういうふうに思われてて、ちょっと意表を突かれた試合かなと思います。そうですね、もうずっとその試合疲れてまして、本当記憶に残ってるのが、確か阿部さんに言われた言葉があって、この壁を乗り越えればもっといいプレイヤーになるから、いい選手だからこういうこともあるなので頑張ってねって言われたのが今でもちょっと覚えてます。ヤットさんです。自分もガンバ大阪戦と対戦する時結構ゴール取ったりとか相性良かったんです。ヤットさんからボール取りたいなと思ってて、味の素スタジアムだったんですけど、その試合がものすごい僕がアプローチをして、ヤットさんがトラップする瞬間を狙って取ってやろうかなと思って、思いっきり勢いよく行って、ヤットさんがちょっとボールを晒したシーンがあって、そのシーンは今思うとわざとそういうトラップをして、自分がガッツリ来たところを、足を出してきたところをものの見事に綺麗にまた通されて、ヤットさんは涼しい顔でさらっていかれて、なんだこれはっていうふうに思った時は今でも覚えてますね。はい、そうですね、ヤットさんの凄さって言ったら、やっぱりその本当に、ボールを止める前線にパスを、いいパスを送る、僕もミッドフィルダーとして意識していることがあるんですけど、やっぱりパス出す側として、ヨットさんとかも本当見てると、パスに愛情がこもってて、メッセージがこもってるっていうのがあって、一つのパスにヤットさんは声を出さなくても、このパスはこっち側に出したから前向くんだぞとか、そういう一つ一つのボールに何かしらのメッセージが入ってるっていうのが自分を見てて分かってたし、場合によってはこのボールはバックパスで返せよとか、おそらく多分そこまで考えてる、やってる人たちってそこまでいないと思うんですね。だからそういう部分でゲームをヤットさんは全て見てて、状況が判断できてて、やっぱそういったところを味方に、別に声で出してるわけじゃないんだけど、このパス一つ一つのメッセージで出せてるところが素晴らしいなって、
あとは本当にあれだけ長くこう J リーグでも日本代表でやってて怪我をしないっていうところがものすごく一流かなって思いますね。はい、今野康之です、はい、あの皆さん知ってると思うんですけど、まあ、自分が FC 東京に呼んだっていう、当時あの、まあ、こんちゃんは札幌時代とかもやってたんで、マリノスが強くてマリノスに行こうとしてるところを、まあ、電話で毎日電話取ってた中なんで、アンダー18、19、20の代表で一緒だったんでっていうところで電話でちょっと FC 東京来てくれよって言って、結果ちょっとマリノスには申し訳ないですけど FC 東京来て、そこからあのヤスとは仲良くなって、はい、やってた選手で、めちゃくちゃこいつすげえなって思ってました。そうですね、アンダー18の最初の確か集合かなんかで、まあ、これも本当に偶然なんですけど、部屋が2人部屋なんですけど、あ、相方いないなって思ってたんですよ。で、その時に誰だろうって、なんか、まあ、名簿見たらこんなやつ知らねえなみたいな、こいつ知らねえなと思ってたんで正直そしたらあのこんちゃんはもう札幌で試合出てて、当時でその試合出た組は夜入ってくるってなって、でその時あの今でも覚えてるんですけど、僕の一緒に FC 東京トップに上がった小又と2人で金髪同士あの部屋で仲良く喋ってたら、いきなりそのコンコンってなって、初めまして、こんのですとか言って入ってきてそっからの、はい、関係ですね。まあ、彼は本当に体も細いですし、まあ、身長は178センチぐらいなんですけど、本当に対人に強くて、毎回その、まあ、FC 東京の練習でもそうなんですけど、終わった後に必ず1対1とかでマッチアップしてて、もう自分も攻撃にはめちゃくちゃ自信ある。でもあの安に関しては本当に抜けない、すごいしつこい、ちょっと気持ち悪いぐらいなんかネチネチついてきて、めちゃくちゃ体が強い、あんな細いのに、あんな自主練もしないのに、なんでこんなすげえんだっていうのはもう常々思ってて、もう安は絶対に日本代表を取って立つ、日本一のボランチになるっていうふうに思ってました。ディフェンスなんですけど、その FC 東京時代の本当に皆さんも知ってると思うんですけど、やっぱりそう点をいっぱい取る、外国人選手に続いていつも2番目で安が点取ってるんじゃないかなと思います。一番印象に残ってるのはそのナビスコカップでやっぱ優勝した時に、うちの選手のジャンが退場したんですよ。相手裏アレッツで、まあ、その時に1人少なくなってた状況なんですけど、本当に彼の無心臓の体力で2役、3人役やるぐらい、本当にものすごい運動量で、レッツの攻撃を、まあ、チーム全体で抑えてたっていうのもあるんですけど、彼が本当にやってる部分、確かあの試合は僕、あの前半はベンチにいたんですけど、その試合が、まあ、いろんな試合もあったんですけど、それを見て、この試合が一番なんかすごいなっていう、まあでも、常に仲間としてすごかったんで、身近にいた人が、僕は彼が日本一のボランチだと思った。彼に対してその試合はすごく興奮してるなっていう、まあ、思ったぐらいですね。でもそれが一番すごかったかなと思います。はい、そうですね、ちょっとユータババチャンネルになったんで、あのやっぱこれを盛り上げていきたいので、ヤス今度出てね、頼むよ、お願いします。てか元気してんの。ということで、自分が選ぶベスト3のミッドフィルダーを選ばさせていただきました。